皆さんこんにちは、カンナです。今日もポケットモンスターシールドで遊びます。でかすぎるぞ、広すぎるぞ、何なんだろう。ローズタワー、いい音知ってるか。カン、ローズタワーもパワースポットらしい。つまりてっぺんはダイマックスできるんだってよ。それはいいとして、てっぺんでエレベーターでてっぺんまで行けるのか。100階建て？え、不審者なの私たち。何マクロコスモスって、マクロコスモスって本当に何？何者？ボーナスをもらうのはこっちじゃ。どうだ、金よこせ。お小遣い取られる。敗北とは赤字のことなり。ボーナスが夢の舞い込む。てっぺんにいる。オッケー。なんかかっこいいローズ。あ、これごとエレベーターなの、やば。ここ100階？なんかエレベーターが大事とか言ってるけど、エレベーター内で勝負してるよ私たち。どうたくんだから、ここ抜群でしょ。何消し返せ、聞いてないじゃん。アクアブレイク効きそう。大暴動になってない、まだ増動。どういうこと。おお、9000円。お金がガッポガッポ。光る壁発生。どういうこと、光る壁。やった。てか、なんで君はポケモンを元気にできるの。また？半分。保険？何言い出したのこの人たち。あ、これは。威嚇されちゃった。じゃあ威嚇したやつを攻撃するか。威嚇はダメだよ。生命保険。合力を縦に100匹並べると 150m です、ね、え
じゃあ150センチってこと？ゴリキ150センチしか身長ないの？カンと同じじゃねえか。カンと同じくらいだよ、言うて。もう何回出てくるのよ。エアラインズ、マイクロコスモスエアラインズ、エアラインズ。待って、死ぬかと思った。死なないの？麻痺した。ちょっとマギをちょっと倒さないと。跳ねる、もうやだー。いや来るよ、飛び跳ねる。やだ。 OS バーン77、ラッキーセブンが2個もあるよ。ああ、よし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 。早くてっぺんに行きたいよ。エアラインズ。いいんじゃねえと思うな。あの人は突破できないぞ。突破のトップス、スってついたら複数形じゃんけ。100回、え、オリーブ30。ようこそ地上300m ローゼ院長のスペースへ。私のオーダーをこなす特別なスタッフたちはものともせずにやってくるなんて、さすがチャンピオンだね、が推薦したトレーナーね。でもね、ここでお帰りになってもらいます。だっていい、ローゼ様の邪魔だなんて私絶対に許せません。怖い。まずはカンさん、あなたボコボコにすればチャンピオンもがっかり落ち込んで院長の話を聞きます。怖っ。ほんとにやだ。この人ほんと感じ悪い。ダイマックスできるんじゃん。ダイマックスできるんじゃん。よし、かわいい雪のネット。まあ生意気、オリーブのパートナーを傷つけるの。いや意味がわからん。意味がわからん。そっちが仕掛けてきたんでしょ。ミロクラスってなんだっけ、聞いたことあるようなないような。ああ、なかった、聞いたこと。久しぶり私らが。ソーラービームってもう夜だし。波乗りなんか濁流よりも綺麗な水の色だった。勝ち気？
あ、くしゃみです。え、ニュートって何？あー、見たことある。毒と炎だ、最悪。地面ね、地ならししましょう。よし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 。いるだろう。よし。ラストのポケモン？マジオリーブ切れそうだわ。もう切れてるでしょ。カンはこの人に使いたくない。ダイマックスを。すごいものを見せてあげます。ロースターでの巨大マックスよ。やだ。絶対に負けたくない。こんな人に。そうだよね。ニオニクスも絶対そう思ってるよ。サイコキネシス。叩き。何？サイコキネシス。よし、かっこいい。ニオニクスめっちゃかっこいい。今のはいい。急所に当てる。うん、素晴らしいと思う。ちょっと笑みがこぼれてしまうね。最後のポケモン切れそうだ。すごいもの見せてあげますって言った人に勝てるなんて、ちっちゃい子で。はあ、勝てないなんて。オリーブ本当にダメな子。7000円か。はあ、なんてことは。勝ち上がった地元チャレンジャーの実力を見くびっていました。本気であればまだまだ妨害したいところですが、願い星集め終わりました。あとは好きになさればいいのです。さすがだぞ、カンってエスパンの強さめちゃくちゃ引き出してるよな。だろ。私は院長のため準備を進めていますから。え、何？やばい、なんか結構真剣な話だぞ。ダンデ君、もう100回は話しただろう。それでも分かってくれないのか、チャンピオンともあろうものが。理解してるつもりですけどね。ただ千年先の問題を今すぐ解決するために明日のトーナメントを中止するのは理解できない。たった一日ですよ。チャンピオンの責任においても絶対に試合をする。ガラルに暮らすみんなの、そして俺の楽しみなんですよ。分かっていない。全然分かっていないよ。ご覧よ、ダンデ君。なんて読むの？眼科？眼の下。あ、なんて読むの？に広がるガラル地方を。これだけの輝きを保つためのエネルギーも千年先にはなくなる。ガラルのみんなはその時生きていないのだよ。だったらたった一日と言わず一刻も早く問題解決のために動く。より良い未来にするために。千年先？なるほど、委員長の懸念はなんとなくですが分かりましたよ。明日の決勝が終われば委員長を手伝いますから。兄貴、時間になっても来ないから心配になって寝せやまりエルナにも助けてもらってここに来たんだぞ。ホップ君を不安にさせたこと素直に謝ります。大人はね、プライドが邪魔してね、正直に話し合えないんだよ。ホップカン、ホテルで好きなものを食べようぜ。俺がとことん奢ってやる。ローズ委員長、明日の試合をご覧ください。ガラルの歴史に残りますから。ガラルの歴史に残る。甘いね、チャンピオン。ガラルの未来を変えるんだよ。この私がね。なに？翌日、夕方なの？もう。夕方だぞ。ん？カンさんですね。ファイナルトーナメント開催です。スタジオまでご案内します。おい、お前、昨日のこと忘れたのか？
ホップ様と相棒のゴリランダがぶっ飛ばすぞ。待ってください、私はいいリーフスタッフです。自分で言うのもなんですが、昨日の話は聞いております。オリーブさん、委員長のためなら何でもなせることがありまして、そのための専用スタッフを極秘で抱えていたそうです。やばですが、本日はご安心を。確かにさ、やばい、缶、はい、ここです。本気のジムリーダー7人が迎え撃つファイナルトーナメント。7人 ?7 人と戦うの、やばいでしょ。うわやばい、ガチだ、ガチ勢じゃん。ちょっとみんなに話しかけたい。仮面がなんだか落ちそう、かわいい。かわいい二人が話し合ってる。コートに向かってください。いきます。改めて名乗ろう、俺はチャンピオンのダンデ。分け合ってリーグ委員長の代わりをさせてもらう。ガラルのポケモントレーナーをより高みに連れていくために、何より俺のために最強のチャレンジャーを決めてくれ。さあ今ここに宣言する、ファイナルトーナメント開催だ。ローズ委員長、こっち怒ってこなかった、待ちなよ。ビート誰だ、確かにポプラさんがいなかった気がする。皆様よろしいでしょうか、僕を覚えてるでしょうか。覚えてません。ジムチャレンジ無念のリタイアとなったビートです。ビートだ、めちゃ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 完成した朝からぬ陰縁があります。ルーリーファーは承知です。その上でお願いします、選手生命をかけて勝負させてください。負けたらトレーナー引退です。なんでヤムリングジムチャレンジャーだったビート選手の乱入だ。ビート選手について審議しております。それでも皆様、テレビの前の皆様しばらくお待ちください。めちゃくちゃなのは僕自身がよくわかっているよ。でも行かないわけには、言わないわけには、動かないわけにはいかないんだ。あなたのせいでめちゃくちゃなんだ。オリーブさんに頼まれてローズ委員長のために願い星を集めていたのに、委員長には見捨てられるし、わけのわからないパーサーにフェアリータイプについてもアーソバン叩き込まれるし。プラさん、わかりますか、ピンク色に囲まれてフェアリータイプのポケモンでクイズと毎日勝負の毎日。ああ、こんなに熱苦しく思いを語るなんて、僕のキャラじゃないのに。なんとチャンピオンの乱入を認めました。ガラルのトレーナーを強くしたチャンピオンの愛でしょうか、それとも完成者への試練でしょうか。僕のハートは砕けてなんかいないんだ。嘘でしょ、マジかよ。きちんと切ろう。待って、ビートにはあれで勝ちたくない、ダイマックス無理を通したんです。僕たちは勝つしかない、いけ、一発で倒さなくてもいい。あ、やっぱ倒した、えらいね、いいぞ。よし、シャドーボール行け。大丈夫かな、この勝負は。
これ残しいいね。ゲルプ？もうポニータじゃなくなっちゃったの？マジか。かわいいポニータ見られないんだ。うわー、すごっ、すごい偉い、急所に当てるなんて。ブリモンってあれだよね。ふん、その余裕勝ったと思ってるんでしょうね。そうでーすそうでーす。身震いした。おーっとー、ゴーストタイプがいけないんだこの人。多いならピンクを見せましょう。ブリモン巨大マックスです。ピンクになっちゃったよ。え、でもさ、好きな色は紫でしょ、ポプラさん。声やば。シャドーボールやれ。やばいな、こっちはダイマックス しなきゃいけない。バーサルに叩き込まれた技、僕たちの技として使うよ。こなした。嘘でしょ。やだ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 、負けたくない。ダイマックス使いたくない。ビートには絶対にやだ、絶対にやだよ。このちっちゃな体で戦うよ。なんで火タイプ、火のタイプ。あと1ターンでダイマックスを入れる。急所に当てられたら終わりだよ。よし、よく耐えた、よくやったぞ。ダイマックスは使わない。なんだって。もう死んだと思ったのに。ダイマックスしちゃおう。大フォローだ。もう相手はね、ちびっちゃなくなっちゃったから。怖っ大フォロー行け。かっけー。よーし、カタ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 。終わったですが、皆様にフェアリーのやつは伝えましたよ。めっちゃ叩き込まれてない？フェアリーを。めっちゃエスパーの使い手だったの。負けた。おっと、カン選手と自慢のチームメンバーがビートの選手、ビート選手の挑戦を跳ねのけた。おい、ビート選手、悪くない試合だったぞ。引退したらもう一度デビューしろ。なんてことだ。あなたにリベンジできれば OK。 負けても引退してバーさんから逃げるはずだったのに。やっぱりあなたは迷惑だ。みんなに認められたらフェリータイプのジムリーダーを続けないといけない。まあ僕の才能でしたらポプラさんなんかあっという間に超えますけどね。スタジアムは2人の幕物を称える。声でいっぱいだ。さて、感染し予想外の試合のダメージを回復するため控えつつ、今日はポケットモンスターシールドで遊びました。次回はお楽しみに。バイバイ、また見てねー。